マンクヌガラン王宮はインドネシア中部ジャワ州スラカルタにあるマンクヌゴロ家の王宮である。現在も王族が居住するこの王宮は1757年にマンクヌゴロ一世により創建された。1928から1940年頃のマンクヌガラン王宮の空中写真1755年のギアンティ条約により、 マタラム王国がススフナンケとするタンケに分裂した後、1757年、ススフナンケとマッサイドの間にサラティガ条約が締結されたことでマンクヌゴロケとして分立し、その創設者、マンクヌゴロ一世によってマンクヌガラン王宮が建設された。創建後のマンクヌガラン王宮には、時代とともに多くのものが追加、拡張されており、 その保管的変化においてヨーロッパ装飾の要素も明らかに付加されている。マンクヌガラン王宮の正門と広場の前面プンドポの大広間のある中にはマンクヌガラン王宮の正門からはおよそ3ヘクタールに及ぶ広大な広場があり、ここはかつて1808年に結成されたマンクヌガラ軍の演習並びに乗馬の訓練場であった。 その後、マンクヌ・ガラン王宮の前提である、この方形の広場において、時に、国際的な文化行事も開催されている。広場正面にある門により、プンドポア軍がある中庭に通じている。プンドポ前面のペティメントの装飾開放的な蛇は、建築様式のプンドポである広場は、マンクヌ・ゴロ2世の時代の1815年に、構築され、マンクヌ・ゴロ4世により拡張された。 プンドポの大広間正面、プンドポア群は、幅62.30メートル、奥行き51.65メートル、平面積3218平方メートルとなる、広大な構造物であり、その屋根は、ジョグロと呼ばれる台形のピラミッド状をなす、伝統的な屋根様式により形作られている。また、前面の2本の前柱で支えられた張り出し玄関の、ペディメントは、 オランダ植民地時代の建築とその装飾様式が見られる。広間の天井には1866年に設置された時代を経たシャンデリアが並んでおり、床一面に大理石が敷かれた。この大広間においては宴会並びに宮廷の舞踏やガムランの演奏などが模様される。プンドポの広間の後方北側にプリンギタンと呼ばれる長方形の場所があり、 さらにダレムは軍に通じる階段がある。プリンギ館は、半ば開かれた領域であるプンドポより、閉じられた領域であるダレムとの境界に位置している。ここは、マンクヌゴロ二世の時代に構築されたもので、王室の品格を迎える場所であった。プンドポの広間と同じく床に、大理石が敷かれ、側壁に備えられた出窓の扉には、一部に、ステンドグラスも見られる。 マンクヌゴロ家の皇帝テラス北側に続く広間がダレム、アゲンであり、王家の私的空間であった領域である。面積約1000平方メートルで、ピラミッド状のジョグロの屋根を持つ。このダレムアゲンの建物の左右にあるいくつもの小部屋の、他、背後にも王族が所有したマンクヌゴロ家の皇帝であった場所があり、王宮博物館として一部が公開されている。中庭には、 庭園として、花が咲く木や干渉用の草木が生い茂り、ヨーロッパ風の彫像や噴水を持つ池のほか、自然保護区に似せた鳥類の飼育ケージなども備えられる。また、屋外庭園を見下ろすような八角形の建物、プラッサムは安さがあり、屋根は伝統的なジャワ様式である山荘の屋根からなる形状を持つ。館内にはヨーロッパのシャンデリア並びに家具などが整えられている。 ありがとうございます。